おはようございます。速稼塾の久保です。今日は暗号通貨のことをちょっとまたお話してみようかと思うんですけども、ビットコインですよね。ビットコインが爆上がりして、これからがチャンスだっていう風なね、そんなメッセージが届き始めたんじゃないですか、皆さんのところにも。まあ、私はですね、95万円前後の時にしっかりと買うようにずっとね、動画の方で申し上げていましたんで、その時にね、ご購入された方ってのは結構今ね、大きな含み益を持ったりとか、きちんとね、利確ができてるんじゃないかなと思うんですよ。まあ良かったですね。今ね、今日の時点で11月7日の朝7時の時点で160万ですか、これ超えてますんで、あともうちょっとでね、200万の大台超えて、まあビットコインバブルと言われたあの高値掴みのね、240万とか250万の時がありましたけども、あれもまあ見えてきたんではないかなと思います。まあ、ただしね、すぐに行くわけではなくて、また利確が起きますんでね。で、今回の価格の上昇っていうのはずっと申し上げましたけども、暗号通貨のね、詐欺商材がかなり出ています。その詐欺商材に参加するときにはビットコインが必要になってくるんですよ。だからそれに必要なビットコインを買ってるユーザーが増えて、で仕方なく上がってるってところが大きいと私は見てますね。まあ、ですので、その詐欺教材がドーンと飛んだ時っていうのは、ビットコインがドルや円に換金されますんで、その時にまたね、ビットコインの価格っていうのは急加速して落ちていくんじゃないかなと思います。そこに巻き込まれたロスカット、それからね、狼狽売り、これによってまた価格はね、130万あたりまで下がるんじゃないですかね。まあそういうふうなシナリオを書きながら私も暗号通貨を見ているわけなんですけど、皆さんいかがでしょうか。で、なんでね、このビットコインだけがそういうふうに詐欺で買われてるって分かるかっていうと、これは私のね、勘でもあるんですけども、長年やってるからこそ分かる勘でもあるんですけども、他の暗号通貨上がってないでしょ。だからね、暗号通貨に注目が集まってるんじゃなくて、便宜上ビットコインを買わないといけない何かが起きてるからなんですよ。で、私のところに届くアフィリエイト、久しぶりに来ましたね、暗号通貨のアフィリエイトがね、バシバシ届いてます。私はやりませんけども、全く。ただね、こうマーケットを見てると、私が紹介してない、私が全然事の葉にも出してない、口にも出してない、まあ詐欺っぽい案件にだいぶね、注目が集まったりとか、いろんな暗号通貨系 YouTuber がまた出てきてね、アカウント名を変えたりとかして、ずいぶん派手にやってるみたいですね。まあ買うかどうかはもう皆さん一人それぞれが決めることなんですけども、もう私だったら絶対買わないですね。一個も買わないですね。だから以前から申し上げているように、ビットコインを95万前後で買っといて、そういった詐欺商材が売れていくときにずっと黙っておいて、まあ一定のレベルね、140万から150万ぐらいで利確して自分だけ儲けると。だからね、ビットコインって持ってるだけが一番儲かるって話なんですよ。で、前置き長くなりましたけども、ちょっとチャートの方を見ていきましょうか。画面を見るにどういうふうになってるかってことなんですけども、はい、これが現在の価格ですけども、ビットコインね、最高値が165万までつけているのがここで見て取れます。ここに書いてますよ、最高値ね。これ大事なところですね。最大供給量ね、まあ、この辺はちょっと分かんないかもしれませんけども、こちらの方もチェックしておいた方がいいと思います。24時間取引高ですね。しっかりとビットコイン売買されているということになります。で、もう一つの図の方ですけども、こちらの方はチャートが見れます。私が購入しといてくださいねって言ったね、95万前後っていうのは、これね、90日足なんですけども、180日足じゃないと見えないぐらい随分昔になってます。で、この辺りで買うのも悪くないんですよね。こんなに長い間買えるチャンスがあったわけですよ。だから、ここに入っちゃったらもう危なっかしくて手が出せないですよね。ただ、この辺で利確が入ってませんから、私が思うところ、利確が入って値段が落ちるとしたらここまでですね。まあ、ですんで、120万とかね、130万前後ですね。130万前後まで値段が落ちると思いますけども、それ以下っていうのはちょっと考えにくいと思います。こっから下っていうのは大きな抵抗になってますから、こっから下ね。だから、100万円台に落ちてきて、また買い場が来るってことはないでしょう。まあ、ですんでね、私が申し上げていたように、95万前後で買う、100万を超えたら買えなくなるよっていうのが、やっぱりね、見方としては正しかったなと思います。はい、ということになりますんでね、皆さん、暗号通貨、本当に危なっかしいんで、ご用心ください。で、特にね、ビットコインの売買だったらまだスムーズなんですけども、ビットコインを他の暗号通貨とかトークンに変えなきゃいけないって作業が入った瞬間、もうその作業で断念する方多いですからね。暗号通貨ってのは交換とかね、取引所に入れたりとか出したりするのがめんどくさい、
ウォレットの概念がなんとなくつかめないってことで、資金を泣く泣く手放す方が多いわけなんですよ。だから投資以前に、こういった操作に詳しくないとできないってことなんですよね。皆さん、大切な資金ですから、暗号通貨投げるよりも、もっともっと簡単な FX がいいと思いますよ、私は。はい、では以上でございます。はい、じゃあビットコインの方はね、ちょっと解説していきましょうか。ビットコインは一時期240万ぐらいをつけたわけなんですけども、懐かしいですね。その頃多くの方の注目を集めて、ビットコイン、暗号通貨というものが世に知らしめられるようになりましたけども、そこで買った方っていうのはことごとく、利確にあってですね、塩漬けになっているのが今の現状ではないかなと思います。とは言ってもビットコインだけは、やっぱり暗号通貨のど真ん中にいてですね、これからも使われる通貨になると思います。出来高を見ていただくとわかるんですけども、ここですね。出来高、ぐーっと上がってますよね。なんとね、このバブルの時、最高値をつけた時の出来高と、比べてみると、今の推移ってのは、どうですかね？今のがやっぱりまともに動いてますよね。ビットコインってのは実際に、決済で使われてますから、まあこういうことが起きるわけなんですが、まあね、ボラティリティが大きいのは変わらないんで、適正価格は今、100万円ってとこじゃないですかね。で、もともと100万円ぐらいの価値だったんですよ、それが。で、利用者の方も今、だいぶ落ち着いてきたのかなと、新規で。ビットコインに手を出す方もそんなにゴーッと増えるわけでもなくしね。で、今の状態で離れるわけでもなくって、割と出来高も利用者さんも金額も安定してるんじゃないですかね。まあこれからも100万円前後で推移するんで、90万円台になったら買って、100万円台を越したら売ってってことを繰り返すような形になっていくと思います。大筋の戦略はそんな感じです。で、ビットコインがこれから値段を上げていくよっていうふうに言う方もいます。これは私は、まあ、そんなことはないと思いますよね。ただ、ひょうたんから出たコマとかね、嘘から出た誠って言葉もありますんで、ビットコインが値段が上がるかもしれないよっていうふうに言う人が増えれば、実際に買う人が増えて値段が上がることも考えられます。ただね、ビットコインが値段が上がるっていう人ってのは、これね、暗号通貨取引所の方とか、暗号通貨が値上がりすると利益を取るような、そんな立場の方ばかりなんですよ。何回も言いますけども、ビットコインにしても何にしても、買う人が多ければ値段が上がりますし、売る人が多ければ値段が下がるんですよ。ですんで今ビットコインを持ってる人、もしくはビットコインの売買によって手数料を設けてる人っていうのは、ビットコイン上がるんじゃないのっていうふうに決まってるわけですよ。だからここを、考えながらビットコインと付き合っていった方がいいですね。ただ、ビットコイン上がるかもしれないよっていうふうに言う人が、もともとはね、まあ、ポジショントークだったとしても、市場が真に受けて買う人をたくさん誘発すれば、実際にビットコインの価格ってのは120万とか150万とかになっていきます。で、その上がっている時に報道が過熱すれば、また200万ってこともあり得ますけども、これは実体価格じゃないですからね。いずれまた実体価格100万円前後に戻るというふうに私は考えています。で、ビットコインっていうのは確かに便利で使いやすい部分があります。まあ、避難通貨にもなりますしね。ただ、これがね、ビットコインが1000万とか2000万になるかって言ったら、そこまでにはならないですね。どうしてそういう風になっちゃうって考えちゃうんですかね。いや、そのことについてはまたね、別の動画でお話しますけども、ビットコインはそんなにね、何千万とかなんないですよ。とてもならないですね。どうやったらそんなにビットコインを使えるところが出てくるんだって話じゃないですか。ビットコイン今使える使えるって言っても、ラーメン一杯とか、雑炊とか、なんかそんな感じでしょ。じゃあビットコインで、じゃあ不動産がバンバン買えますよとか、ビットコインで、ベンツとか、まあ一部買えますけどね、ベンツとかフェラーリが売買されてますよって話になったら別ですけども、ボラティリティがこれだけ大きいとね、とてもじゃないけど通貨としての役割は、果たせないと思いますね。まあ、ですんで、ビットコインっていうのは、まあ、今の価格で安定して大きく崩れないけども、大きく上がることもないと私は考えております。大体こんなもんじゃないですかね、ビットコインっていうのは。あとは、人口が増えていけば、それにつれて、自然増っていうのは考えられますけどね。はい、じゃあ、ビットコインは以上です。